これは下僕という名の人間に飼われているミカンとトリテという2匹の猫様のお話です僕たちは猫である下僕がまた変にゃもの聞かせるにゃあああれ猫語翻訳アプリらしいにゃ人間語で話しかけると猫語に翻訳するとかいうアプリらしいにゃ 愛してるよとかスマホに言ってそれが猫語に似合ってると思って聞かせてくるにゃでもおかしにゃ翻訳に似合ってるにゃわかるにゃ下僕が愛してるよって言ってる時の猫語をにゃんって言ってるか知ってるにゃさっさとまた開けビッチって猫語になってるにゃそうにゃ一瞬意味わからにゃさすぎて固まっちゃったにゃその後ムカついて下僕を殴ったにゃ そうにゃギョどうしてたにゃ喜んでたにゃキモいにゃ本当にキモいにゃん。納得いかにゃいにゃどうしたにゃギョがこの紙で遊んでたらダメだって取り上げるにゃああそれはお金にゃお金ってにゃにゃこの紙はすごくて例えば 俺たちのご飯とかも、これを渡せば交換してもらえるにゃ。えそうにゃのにゃにゃんでにゃのにゃ人間みんなでそう約束してるにゃ。えじゃあ、誰かが約束破ったらどうにゃろにゃ多分そんなこと考えてないにゃ。えぇ、ー、頭悪いにゃ。あ、そにゃら、ダンボールってあるにゃ あれはきっとすごいにゃ。すごい。たくさんのご飯と交換できるにゃ。にゃ、あれは全然ダメにゃ。あれは交換できない。髪にゃえにゃんでにゃ。あの紙の方が大きいしふかふかしてるし丈夫だしあったかいし。あっちの紙の方がすごいにゃ。僕がお金と段ボールどっち欲しいか？って聞かれたら絶対ダンボールにゃ。でも。 人間は違うにゃ。お金の方が欲しいにゃ。ええー、もう全然わかんにゃいにゃ。もっと不思議なのは、この紙を取り合って喧嘩になったりするにゃ。え、どういうことにゃ。でも、この紙は人間が作ったにゃ。そうにゃ。だったら、喧嘩ににゃる前に、また作ればいいにゃ。まあそうだけど、勝手に作ったら怒られるにゃ。 作る専門の人がいるにゃえー、それすごく不便にゃ人間って自分たち賢いみたいにゃ感じ出してるけどめちゃくちゃ頭悪いにゃあと神社に行って神様にお願いしたりするにゃお金持ちになりますようにとか言ってるにゃもうますますわかんにゃいにゃ神様も困るにゃ。 いや、お前らで作ったんだからお前らでニャンとかせえよってニャルニャー俺もそう思うニャー人間って頭悪いニャー本当に悪いニャーもし高評価チャンネル登録してくれたら俺を撫でてもいいニャーよろしくニャー